ロッテは3回、3番のマックスが日本ハムの先発2年目小島のスライダーをジャストミート。5メートルの逆風も何のその9号ホームラン、ロッテ4対2とします。ロッテは4回に1点差に追い上げた後、続く5回、ワンアウト1塁で4番モトリー。2エンド2からの低めのスライダーでした。打球はレフトスタンドの最上段へ、自分でもびっくりの大きな3号逆転ツーランホームラン。ロッテが5対4と初めてリードを奪いました。昨日同様、終盤までもつれた試合は3対2と日本ハムがリードして迎えた6回、2アウト2塁1塁のピンチで、なんと土橋監督先発の柱ピッチャー金石を投入します。金石は元利にデッドボールを与えたものの、5番愛子を三振に切って取り、このピンチを切り抜けました。ところが続く7回、ワンアウト2塁から昨日デッドボールでサヨナラのヒーローとなった青柳がセンターバックスクリーンに飛び込む4号ツーランホームラン。ロッテが4対3と逆転に成功です。あとはリリーフエース川本を投入して逃げ切りと思ったロッテですが、土壇場の9回、ワンアウト2塁から大島のこのファールフライをファースト愛子が3塁へ悪送球、やらずもがなの1点を与えて4対4の同点です。がっくりきた川本は続く4番ウィンタースに手痛い一発を浴びて万事休す。ロッテは昨日のラッキーな勝利を帳消しにしてしまいました。選手して7番ルーキーの丹波、今日プロ入り初の先発出場です。ランナーを返そうとボールに食いついたという一打はタイムリーのツーベースヒット。ロッテは2点を追加します。丹波はプロ入り8打席目で初ヒットと初打点をマークしました。5対0とリードしたロッテは8回、フォアボールのマックスを1塁に置いて4番のモトリー。この回から変わった3人目南の高めのシュートでした。4試合連続の5号ツーランホームラン。ロッテは7対0とダメのダメを押しました。ともに広い本拠地を持つ両チームにとって山形県野球場はあまりにも狭すぎました。2点をリードされたブルーウェーブは2回、先頭の高橋聡がマリーンズ先発園川から21号ソロを放つと、このあと元西福良にもタイムリーが出て4対2とあっさり逆転に成功します。さらに続く3回にもまたまた高橋聡、1打席目と同じ右中間スタンドに叩き込む22号ソロでブルーウェーブが5対2とリードを広げます。ところがマリーンズも終盤の8回、2アウトからはまずは愛子、ブルーウェーブ3人目の伊藤敦則からライトスタンド上段に突き刺さる4号ソロを放つと、6番初芝もレフトスタンドに一直線。この5号ソロでマリーンズがたちまち1点差まで詰め寄ります。ブルーウェーブもその裏に1点を追加しますが、9回、マリンズはワンアウト1塁2塁から3番マックスが左中間を真っ二つに割るこの2点タイムリースリーベースでマリンズが土壇場で6対6の同点に追いつきます。現在10回の裏ブルーウェーブ攻撃中、延長戦に入っています。広島県会からうなぎ500匹のプレゼント。西武との 8.5 ゲーム差からミラクル V を手にするには前半戦12勝3敗と相性のいいロッテに勝ってスタミナをつけたいところ。しかし予告先発の高村は3回、先頭バッターの青柳にレフトスタンド中段まで運ばれロッテに先制されます。近鉄もその裏村上のタイムリーで同点とし、迎えた7回、ワンアウト1塁3塁で高村初芝にデッドボール。さあ満塁のピンチ、そして迎えるバッターはホームランを打たれている青柳。6球目がワイルドピッチで2対1、嫌な感じで点を取られます。ところがまたもやその裏、オールスター期間中バットを振りに振りまくったという燃える男村上、レフトスタンドへ11号同点ソロホームランで2対2。そしてロッテは8回、エラーで出たランナーを送ってワンアウト2塁に。ここで大木監督、高村から赤堀にスイッチ。しかしマックスヒットで3塁1塁となって4番モトリー、サードゴロ、しかしタッチができずホームイン。3対2、負ければ最下位転落だったロッテ、辛くも勝って5位キープ。近鉄のミラクルはだんだん遠のいていきます。昨日エース野村復活、奇跡の西武追撃に向けてあとは持ち前の打線の復活が待たれる近鉄は、今日も立ち上がりから優位に試合を進めます。1対1の同点で迎えた3回、この人が待望の一発。大木監督、そして近鉄ファンが待ちわびた主砲ブライアントの第20号アーチで近鉄が1点を勝ち越すと、藤井寺球場には打線爆発の予感が漂います。近鉄は2アウトながらもなおも1塁2塁とし、迎えるバッターは6番の金村。
あいつが打つなら俺もと言わんばかりの選手会長の見事なスリーランで近鉄はこの回4点の猛攻を見せ5対1とロッテを大きくリード、試合の主導権を握ります。伊手前打線が久々に爆発し大量の援護点をもらった近鉄先発の天野は、かつての速球は見られずじまいだったもののコースを巧みにつく丁寧なピッチングを終始展開、自らのペースに持ち込みロッテ打線に付け入る隙を与えません。淡々と投げ続ける天野の表情がほころんだのは9回でした。自らが正念場のシーズンという天野にとっては本当に嬉しい2年ぶりの完投勝利、近鉄連勝です。ミーティングを開いたライオンズ、その厳しい内容に奮起したのか今日の西武はまず初回3番秋山がロッテ先発の今野から自分としては珍しい打ち方だったという22号の先制アーチ、続く清原は今までの日本製の青玉の木からアメリカ製のホワイトアッシュという少し柔らかめのバットに変えてその一振り目、通算54度目の AK アベックとなるセンターオーバーの第19号、さらに清原続く第2打席そのアメリカ製のホワイトアッシュのバットで自ら会心と胸を張る入団以来7年連続の20号ホームランをバックスクリーン右へ叩き込みます。そして清原は第3打席にも左中間スタンドの1番奥へなんとプロ入り初の3打席連続ホームラン、さあこうなってくると日本プロ野球史上未だ1人だけ昭和39年にあの王貞治氏が達成した4打席連続ホームランなるかどうかの注目が集まりました。しかし155キロのストレートを空振り三振、28年ぶりの大記録はなりません。コントロールに対し半ば自信喪失の渡辺富美男、今日再び一軍登録のマウンドとなりましたが初回いきなり3つの四死球で2アウト満塁のピンチ、そして6番愛好には1つもストライクを取れないまま不安的中の押し出し、さらに続く初芝にも粘られた末2者連続の押し出しフォアボール、引きをかけた渡辺富美男ですが打者7人に対しなんと5つの四死球を与える大乱調、プロ入り最短3分の2イニングであえなくノックアウトされてしまいます。しかし打線好調の西武はすぐその裏追撃タイムリーを放った秋山がこの園川のワイルドピッチで一気にホームインするなど3対2と一時は逆転に成功します。ところが今まさに東海現象という一大事の西武、2番手内山が3回3番マックスに同点ホームラン、さらにはヒットのモトリーを一塁に置いて6番愛好にも逆転ツーランを浴びるなど結局今日はロッテの勝ち、王者西武オールスター明け1勝3敗です。西武は初回このところ打撃絶好調の4番清原がロッテ先発前田からレフト場外へ運ぶ第22号ツーランホームラン、西武が2対0と先制しました。はい、ホームランですね。場外です。もう復活しましたね。さて先発の工藤、主力投手を負傷で欠き頼みの綱となった工藤、変幻自在のピッチングで8回までに9個の三振を奪い先達三振まであと2つと迫ります。その後味方から4点をもらった工藤はロッテ打線をわずか2安打に抑え完封、西武がエースの活躍でロッテを下しています。札幌でロッテと対戦しました。2点をリードされた日本ハム2回ランナー1塁として8番の田村が逆転の3ランホームラン、この後も点取り合いとなりましたが日本ハムは5月22日以来の登板となる西崎を6回からリリーフに送り8対6で勝ちました。ピンチを一気に晴らすかのように打線が爆発した今日のロッテ、1回に先取点を挙げた後2回には6つのヒットを連ね7点を奪い、とどめはこの人の一発、日本ハム2番手西村から初芝が第6号のスリーランホームラン、日本ハムのお株を奪う攻撃でこの回一挙に10点、試合を決めました。日本ハムはウィンタースの2本のホームランなどで8試合連続の2桁安打を記録したものの結局16対5でロッテに敗れます。